札幌ドームからお伝えしてまいります。オールパシフィック対オールセントラルのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、今年も球界を代表する素晴らしい選手たちが選ばれました。オールスターというのは選手にとってどんな意味があるんですか？シーズン中ですからね、気を抜くわけではないんですけれども、一つ楽しみな試合ですよね。そうですね、超満員のお客さんが詰めかけています。オールセントラルの攻撃です。バッターボックスは1番西岡。小宮山さん、夢の対決第1ラウンドです。楽しみな対戦となりましたね。いや、これはね、見応え十分ですよね。もう本当に楽しみですね。はい、小宮山さんの興奮も伝わってきます。初球打ち掘ってワンアウトです。まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース決まってストライク。スピードボールを持っています。高め打ちました。高く上がりました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターは DH バレンティン。西さん、ここはどんなバッティングをしてきますかね？守備陣はね、引っ張ることを警戒した方がいいですね。最初はストレートから持ってきました。ボールになります。インサイド落ちました。取ってスリーアウトです。三者凡退に終わっています。1回の表、オールセントラル無得点です。オールパシフィックはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますオールセントラルはご覧のような守備陣です。セカンド西岡、先発ピッチャー前田、どんな投球をしてくれるんでしょうか。そしてキャッチャーは阿部、今日のオールセントラルバッテリーです。オールパシフィック初回の攻撃になります。バッターボックス用。最初は変化球できました。打ちました。これはどうだ、ヒットになった。先制のランナーが出ていきます。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。ツーベースヒット。さあ、このピンチランナーを置いてどう対処していくでしょうか。ここはね、バッターに集中してね、ランナーは気にしない方がいいですね。バッターボックスは2番松田。西さん、ここは1点も許したくないところですね。ここはね、ある程度前進を考えてもいいかもしれませんね。
せばボールでしょうか。しかしバットが回りました。ここはあっという間に追い込んでいます。アウトコース、これは見送ってボールです。外へのスライダー、ここは見極めています。打ちました。これはどうだ。ファウルになります。ボール、高めの変化球は見送ります。2球で追い込んだんですが決めきれず、フルカウントまで来ました。空振り三振、前にボールを飛ばせません。まず一つアウトを取りました。迎えるバッターは3番糸井。大きなチャンスを1回から迎えましたオールパシフィックです。まず際どいコースから入りました。打ちました。これはどうだ。セカンドゴロ、一塁送球アウト。迎えるバッターは4番中田。ツーアウトにはなりましたがランナーを進めています。力強いボールです。スイングしました。これはどうだ。一塁アウトで3アウトチェンジです。先制のチャンスがあったオールパシフィックですが、そのチャンスを潰しました。1回終わって0対0オールパシフィック無得点です。2回表に入ります。オールセントラルの攻撃になります。バッターは4番阿部。緩いボールでストライクを取りました。インコース見送ります。2球で追い込まれました。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。打席には5番バッターブランコ。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド決まっています。スピードボールを持っています。外のボール、まっすぐでストライクを取りました。2球で追い込んできました。落ちる球を持ってきました。叩きつけるバッティング、
2アウトになりました。打順は6番中村。ツーアウトランナーありません。初球ボール、内へのシュートが外れます。ボール先行です。内へのボール外れました。ストライクが入りません。よく見極めました。フォアボールです。ツーアウトから先制のランナーを出していきます。ツーアウトランナー一塁です。厳しいところに決まりました。ストライクです。スピードボールを持っています。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。空振り、少し変化したか。ワンボールツーストライクと追い込みました。フォーク外れました。ボールになります。3ボール2ストライク。ライト方向を流しました。1、2塁間を破る。ランナーが出ます。オールセントラルチャンスが広がりました。2アウト2塁1塁。打席には1番バッター丸。先制のチャンスを迎えています。オールセントラル、このストレートが決まります。見送ってボール。右に持っていった。これはどうだ。ヒットになった。ホームに送球。ランナーがたまりました。ツーアウト満塁です。バッターボックスは9番広瀬。先制のチャンスを迎えています。オールセントラル、打ちました。この打球は大きいぞ。センター下がる。抜ければ先制ですが、サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。オールセントラルが先制しました。2対0になりました。打順は1番に返ります。バッター西岡。この回7人目のバッターになります。初球ボール、この球は低めに決まった。
打った、これはどうだ、セカンド取って一塁アウトで3アウトチェンジです。この回オールセントラル先制点を取っています。2回の表終わって2対0、オールセントラル先制です。2回の裏になります。追いかけるオールパシフィックの攻撃になります。バッターは DH ジョーンズ、際どいところ見送っています。低め落ちるボール決まりました。アウトロー外れます。打ちました、いい打球だ、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。1点差に詰め寄られる一発を浴びました。オールセントラル点差を詰められます。2対1になりました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。これで1点差まで詰め寄られています。バッターボックスには6番イデホ、この回ホームランが出ています。最初は見ていきます。高め見送っています。低めの球ストライク、ワンボールツーストライク。低めの変化球は決まりません。アウト、ワンアウトです。バッターボックス浅村、ワンアウトランナーありません。初球変化球は空振りです。ノーボールツーストライクと追い込まれています。変化球空振り、
打順は8番伊藤。ツーアウトランナーありません。初球打ち構えました。取ってスリーアウトです。この回オールパシフィック追い上げてきました。2回終わって2対1オールセントラルがリードしています。ピッチャーが交代します。3回に入ります。追加点を狙うオールセントラルの攻撃です。バッターは2番鳥谷。ショート鳥谷。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。持ってきましたが外れました。膝元へ持ってきました。ワンボールツーストライクです。低めの球外れています。打ちました。サードうまくさばいてアウト。ワンアウト。バッターは DH バレンティン。マウンドは中継ぎの増田。最初から際どいコースできます。この球は外れています。見送っています。ボール。打った。あっと強い当たり取れない。三塁線破っていった。ワンアウトから追加点のランナーが出塁していきます。一塁蹴って二塁に向かう。ツーベースヒット。4番に打順が回ります。バッター阿部。最初の打席は三振に倒れました。マウンドは中継ぎの増田。初球ボール。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。あっとこれは惜しい。ボールになります。打った。これはどうだ。サード取って一塁アウト。ツーアウトランナー二塁となりました。5番に回ります。バッターブランコ。マウンドは中継ぎの増田。これは外れています。
打った、大きな打球になった、レフトをバックする、バックする、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン、タイムリーツーベースヒット、追加点が入りました。オールセントラル3対1、迎えるバッターは6番中村、最初の打席はフォアボールです。この回追加点、点差は広がり、攻撃はなおも続いています。これは外れています。ああ、いいところ、際どいがボール、打ちました。これはどうだ、掴んで3アウト。この回の攻撃はここまでとなります。しかしこの回得点が入りました。この回オールセントラル1点を追加しています。3回の表3対1、オールセントラルのリード広がっています。ピッチャー交代です。3回の裏、追いかけるオールパシフィックの攻撃になります。バッターボックス大引き、今のは反応できませんでした。ストライクです。胸元へ決めてきました。ストライクです。2球で追い込んできました。フォークを見極めています。際どいところ、これはボールになります。三振を取りました。ワンアウトです。バッターは1番陽、今日は第1打席にヒットを放っています。西さん、俊足のバッターを迎えました。そうですね、まあ、足を、ね、警戒して守った方がいいですね。インコース決まった。空振り、ワンボールツーストライク。高めのボール、打球はセンターへ、センターが取りました。ツーアウトです。打席には2番バッター松田、最初の打席は三振に倒れました。ツーアウトランナーありません。空振り、外に決まりました。2球で追い込まれました。インサイド落ちました。一塁アウト、スリーアウトです。三者凡退に終わっています。
反撃したいオールパシフィックでしたが、ここは三者凡退無得点です。3回終了3対1オールパシフィック無得点です。4回に入っていきます。7番から始まるオールセントラルの攻撃です。バッターは7番長野、最初の打席でヒットを放っています。初球ボール、これはよく見ました。インコース低め、ストライク。インコース空振りです。ツーストライクと追い込んでいます。空振り三振、まず一つアウトを取りました。バッターボックスは8番丸、今日は第1打席にヒットを放っています。マウンドは中継ぎの増田。初球から力いっぱい投げ込んできます。打ちました。アウト、ツーアウト。バッターは9番広瀬、最初の打席でタイムリーを放っています。ツーアウトになっています。際どいコース見送っています。低め空振り、打ちました。いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点。このストレートは入りません。打ちました。一塁アウトで3アウトチェンジです。三者凡退に終わっています。4回の表3対1オールセントラル無得点です。オールパシフィック打順よくクリーンアップから始まります。バッターボックスは3番糸井。球威はありましたがボールです。これはきれいに落として決まっています。外、これは際どいが外れている。フォークボールを見極めました。これで3ボール。
高めへのストライク、フルカウントです。さあバッテリーは何を選択してくるでしょうか。空振り三振、まず一つアウトを取りました。打席には4番バッター中田。マウンドは中継ぎの小川。まず速球から入りました。チェンジアップを見極めます。チェンジアップ、タイミング取れないか。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。セカンドが前に来る。ツーアウトになりました。接戦の中で貴重なホームランを浴びました。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。ツーアウトランナーありません。まずは見送ります。ワンボール。ストレートで空振りを取っています。低めの変化球、きっちりと見極めましたがボールです。手元で小さく変化しました。空振りです。さあツーストライク、追い込みました。引っ張った、一塁アウト、スリーアウトです。三者凡退に終わっています。反撃したいオールパシフィックでしたが、ここは三者凡退無得点です。4回終了3対1オールパシフィック無得点です。ピッチャー交代です。5回に入ります。オールセントラル、打順よく1番から始まります。打席には1番バッター西岡。今日はまだヒットがありません。小宮山さん、オールスターではベンチの中で選手間の交流もあると聞くんですが、実際あるんですか？いや、もちろんありますよ。いろんなことをね、探り入れながら聞こうっていう若い選手いっぱいいましたね。そうなんですね。そのあたりのベンチの中も少し気になるところではありますね。落ちるボールです。3球目打ちました。これはどうだ、うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。2番バッター鳥谷、今日はまだヒットがありません。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球甘いコースの変化球ですが空振りになります。ボールです。落としてきましたがこれは外れます。
送ってボール、スリーボールになりました。打ちました。うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。バッターは DH バレンティン。前の打席ではツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。2球目打ちました。セカンドうまくさばいて1塁アウトで3アウトチェンジです。三者凡退に終わっています。5回の表終了、3対1オールセントラル無得点です。ピッチャーが交代します。5回の裏、追いかけるオールパシフィックの攻撃になります。6番バッター、イデホ。まずは変化球から入りました。膝元へ曲げてきましたが外れます。低めいいところに持ってきましたが外れます。高めのボール、センターに抜ける。先頭バッターが出ていきます。打席には7番バッター浅村。最初の打席は三振に倒れました。ヒットでランナー一塁になっています。初球空振りです。低め低め、バットを出していきます。ワンボールツーストライクです。打ちました。セカンド弾く。ボールを拾ってオールパシフィックチャンスが広がりました。ノーアウトランナー二塁一塁。打順は8番伊藤。エラーでランナーは二塁一塁となっています。初球甘いコースの変化球ですが空振りになります。外角高めへのストライク、すぐに追い込みました。ボール、高めの変化球は見送ります。低め、いいところに持ってきましたが外れます。外へのスライダー、ここは見極めています。あっさりと追い込んでから粘られフルカウントとしています。
ここでフォアボールを与えました。ノーアウト満塁、ビッグチャンスが生まれています。バッターボックス大引き、最初の打席は三振に倒れました。ここは三振を狙っていきたいところです。最初は変化球できました。ボールになります。併殺狙い、インコースに攻めてきました。押し出し、これで1点差。オールパシフィック追い上げます。3対2になりました。打順はトップに帰って陽。マウンドは中継ぎの沢村。豪快に投げてきます。打ちました。これはどうだ。二塁送球、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、同点に追いつきました。オールパシフィック、3対3。打席には2番バッター松田。今日はまだヒットがありません。得点圏にランナーを置いています。オールパシフィックです。今日はボールがよく走っています。内へ、これは決まった。ストライクを先行させていきます。追い込みました。空振り三振、ここは投げ勝ちました。三振で攻撃を終えました。この回オールパシフィック同点に追いつきました。5回終わって3対3、オールパシフィック同点に追いつきました。札幌ドームからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。オールセントラルの攻撃、打順は4番阿部。今日はまだヒットがありません。まず変化球で空振りさせました。2球目打ちました。1塁送球アウト、ワンアウトです。こちらが先ほどの配球になります。ワンアウトランナーありません。初球甘いコースの変化球ですが空振りになります。低めいいところに持ってきましたが外れます。ここは見極めました。引っ張った、アウト、ツーアウト。バッターボックスは6番中村。ツーアウトランナーありません。際どいコースですが外れました。ワンボールです。
見送っています。ボール、インコース高めのストライク、インサイド落ちました。二遊間抜けていきました。ツーアウトながら勝ち越しのランナーが塁に出ます。打順は7番長野、先ほどは三振でした。マウンドは中継ぎの西野、これではバットが出ません。ストライクです。この球は外れました。打ちました。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。この回ランナー出しましたが得点には至りませんでした。6回の表終わって3対3、オールセントラル無得点です。6回の裏オールパシフィック、打順よくクリーンアップから始まります。バッターボックス糸井、先ほどの打席は三振に倒れました。初球ボール、思わずバットが出たような形です。思わずバットが出たような形です。ワンボールツーストライクです。高めのボール、センター前ヒット、勝ち越しのランナーノーアウトから塁に出していきます。バッターボックスは4番中田、今日はまだヒットがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。このストレートが決まります。膝元へ曲げてきましたが外れます。この球は見送ります。アウトコース打ちました。取ってワンアウトです。ワンアウトランナー一塁となりました。緊迫感のある中での登板となりました。バッターは DH ジョーンズ、今日は打点が1ついています。西さん、ここは走らせてきますかね。まあそうですね、足を使っていくとね面白いと思いますけどもね。これは低めストライク、いいテンポで追い込んでますよね。簡単に追い込んでいます。高めのボール打ち上げた、ファーストが落下点に入ります。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターボックス井出穂、先ほどの打席でヒットを放っています。
2アウトランナー1塁です。変化球を見極めます。アウトコースへいい球が来ました。ランナーは足があります。盗塁の警戒もしなくてはいけません。ボール先行、走りやすいカウントになったか。インコース低めのストライク。さあバッター追い込まれています。三振。結局最後はバットが出ませんでした。スリーアウトチェンジ。この回ランナー出しましたが得点には至りませんでした。6回終了3対3オールパシフィック無得点です。緊迫感のある中での登板となりました。ゲームは7回の表です。オールセントラルの攻撃になります。8番バッター丸。変化球振っていきます。落としてきた。しかしバットは止まっています。インコースの変化球見ています。この変化球はバットが合いません。さあ追い込みました。打ちました。ボテボテ。サードが前に来る。アウト。ワンアウトです。打席には9番バッター広瀬。今日は2打点という内容。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、レフト前に持っていきました。ワンアウトから勝ち越しのランナー塁に出していきます。打順は1番西岡。今日はまだヒットがありません。マウンドはセットアッパー増井。最初は変化球できました。ボールになります。これはいいボール。膝元。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。フォークボールで誘ってきたんですがバッター動きません。フォークボールを見極めました。これでフルカウント。外れてフォアボール。得点圏に勝ち越しのランナーが進んでいます。セットアッパー増井。初球いいボールを決めてきます。
してきましたが、これは外れます。これで結局追い込まれました。打ちました。これはどうだ。セカンドが取る。二塁フォースアウト。ダブルプレイ、チェンジです。勝ち越しとはなりませんでした。勝ち越しのチャンスがあったオールセントラルですが、そのチャンスを潰しました。7回の表を割って3対3オールセントラル無得点です。7回の裏に入ります。7番から始まるオールパシフィックの攻撃です。バッターボックスには7番浅村。今日はまだヒットがありません。あっと取れない。勝ち越しのランナーが出塁します。ランナーを背負ってのピッチングになります。マウンドは中継ぎの三島。叩きするバッティング。二塁送球、セカンドフォースアウト。一塁送球アウト。ダブルプレー。打順は9番大引。前の打席ではフォアボールを選んでいます。もう2アウト、まだ2球しか投げていません。まずは初球見送りました。引っ張った。しかしサードライナー、あっという間に攻撃が終わりました。この回ランナー出ましたが、結局3人で攻撃を終えています。7回終わって3対3オールパシフィック無得点です。緊迫感のある中での登板となりました。8回まで来ました。オールセントラル、打順よくクリーンアップから始まります。バッターは DH バレンティン。思い切って投げてきます。ボール、高めの変化球は見送ります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。高く上がりました。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスには4番阿部。今日はまだヒットがありません。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。この球は、ああ外れました。
打ちました。ツーアウトになりました。打順は5番ブランコ。今日は打点が1あります。ツーアウトになっています。速いボールがコーナーに決まります。2球目打ちました。これはどうだ。三塁線落ちてフェア。ツーアウトながら勝ち越しのランナーが塁に出ます。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。ツーアウトからランナー出ました。オールセントラルです。ツーアウトランナー二塁。ここでランナーが変わります。ヒットでランナーは二塁に変わっています。大きく外れました。低めの変化球きっちりと見極めましたがボールです。膝元への変化球空振り。これは見送ってボール。これで3ボール。外いっぱい決まった。さあフルカウント。フォアボールのランナーを出しました。ここでランナーが変わります。得点圏にランナーを置いています。オールセントラルです。初球ボール。いいボールだったんですが外れています。これは手が出ないか。ストライクを取ります。外の低めにバットが出ます。追い込みました。低めフルカウントになります。際どいがあっとフォアボールです。同点の中迎えたこのチャンス、勝ち越しなるか。大きなチャンスを迎えました。バッターボックスは8番丸。得点圏にランナーを置いています。オールセントラルです。まずは見送ります。ワンボール。
バッターよく見ました。際どいコースボールです。ボールになります。同点の場面、ここで押し出しのフォアボール。オールセントラルが勝ち越しです。4対3。バッターは9番広瀬。先ほどはヒットを放っています。追加点のチャンスを迎えています。オールセントラル、初球空振りです。いい落ち方だったんですが、バッターよく見ています。外、ワンボールツーストライクです。打っていった。これはどうだ、ショートが取る。セカンド送球、二塁フォースアウトでスリーアウトチェンジです。この回オールセントラル勝ち越しに成功しています。8回の表を割って4対3、オールセントラルがリードしています。接戦の中でのリリーフ登板です。8回の裏、オールパシフィック、打順よく1番から始まります。バッターボックスは1番ヨウ。今日はストレートが伸びてきます。いいところに持ってきましたが外れます。3球目、取ってワンアウトです。2番バッター松田、先ほどは三振でした。マウンドはセットアッパー西村。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトから同点のランナーが出ていきます。バッターは3番糸井、前の打席はヒットを放っています。セットアッパー西村、気合の投球を見せます。外、しかし主審の手は上がらない。インコース、フォークボールで誘ってきたんですが、バッター動きません。スリーボールになりました。これでフルカウント、ランナーはどうするでしょうか。
打ちました。セカンド送球、二塁アウト。一塁転送はアウト、ダブルプレー。一気にスリーアウトチェンジになりました。この回ランナー出ましたが結局3人で攻撃を終えています。8回終わって4対3オールパシフィック無得点です。接戦の中でのリリーフ登板です。ついに最終回を迎えました。オールセントラル打順よく1番から始まります。バッターボックスには1番西岡、前の打席ではフォアボールを選んでいます。西さん、最終回を迎えました。最終回もオールスターらしい一流の気持ちのいいプレーを期待したいですね。いや、そうですね、最後までね、気を抜かないでいいプレー見せてほしいですよね。そうですよね、これぞプロというプレーを期待しましょう。おっと、惜しい、ボールになります。引っ張った、しかしファーストライナー。バッターボックスは2番鳥谷、今日はまだヒットがありません。まずはワンアウトにしています。今日はストレートが伸びてきます。高めの釣り球、手を出してしまいました。ここはあっという間に追い込んでいます。空振り三振、ツーアウトになっています。ブルペンが映っていますが、やはり守護神が投球練習始めています。バッターは DH バレンティン。マウンドは中継ぎの佐藤。初球から力いっぱい投げ込んできます。あっと、これは惜しい、ボールになります。空を切ります。ワンボールツーストライクです。外、しかし主審の手は上がらない。インサイド落ちました、破りました、センター前。ツーアウトながら追加点のランナーが塁に出ます。4番バッター阿部、今日はまだヒットがありません。マウンドは中継ぎの佐藤。球威はありましたがボールです。決まった、低めいっぱい。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。低め、いいところに持ってきましたが外れます。空振り三振、
スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがオールセントラル得点はありませんでした。9回の表終わって4対3オールセントラル無得点です。接戦の中でのリリーフ登板です。ゲームは9回の裏に入りました。オールパシフィック最後の攻撃になります。バッターボックスは4番中田。今日はまだヒットがありません。初球ボール球です。低めの変化球きっちりと見極めましたがボールです。これは手が出ないか。ストライクを取ります。変化球これは空を切ります。ツーストライクと追い込んでいます。打った、センターライナー掴んでまずワンアウトです。バッターは DH ジョーンズ。ここまでは1打点という内容です。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球変化球がいいところに決まりました。ボール球に思わずバットが出ました。すぐに追い込みました。アウト、ツーアウト。バッターは6番井出穂。先ほどの打席は三振に倒れました。ツーアウトランナーありません。初球変化球がいいところに決まりました。低めいっぱい、ストライクを先行させていきます。追い込みました。ボール、これは見送ってボール。打ちました。これで3アウト。試合終了になりました。オールセントラルが僅差で勝利を収めました。接戦をものにしました。小宮山さん、オールスターゲーム初戦が終わりました。さすがプロというプレーが随所に見られましたね。そうですね、なんかあっという間に終わってしまいましたね。本当にそうですよね。楽しい時はあっという間に過ぎるもんですね。勝ったオールセントラル、接戦をものにしました。一方のオールパシフィックですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはオールセントラルが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。